11時インパしました。いや、手荷物検査は捕まりましたね。今日は8月15日木曜日です。先ほどまでですね、入園待ち動画編集していて、今終わってやっとインパですね。暑いですが頑張っていきたいと思います。で、今日はですね、インパの様子をお届けしますので、よろしくお願いします。アストロブラスターあるかな。アストロブラスター取りたいな。はい、無事にアストロブラスター取れました。あとエントリーもやったんですが、マジカルミュージックワールド当たりましたね。C ブロックですね。 C ブロック、一番前のブロックの右側のブロックですね。そこが当たりました。ミュージックワールドが12時過ぎぐらいからで、アストロブラスターは17時ぐらいのプライオリティパスが取れましたね。それではちょっとお腹減ったんで、カレードッグでも食べようかな。ちょっとお腹減りましたね。カレードッグ美味しいから、スペシャルホットドッグ。ここはリフレッシュメントコーナーですね。ここのカレードッグ美味しいんで、ちょっと朝ごはんお腹減ったんで食べてきます。空いてましたよ。すぐ買いました。ラッキーです。いやー、暑い暑いからホットドッグとアイスウーロン茶で。席が結構外なんでね、空いてますね。暑くて外で食べたくないですもんね。でも僕はとりあえずお腹減ったんで食べます。半分日陰だからここにしよう。はい、キーマカレードッグが700円のウーロン茶が360円ですね。はい、こちらキーマカレードッグです。ちょっと明るい方でお見せするかな。この日差しやばすぎますよね。これめちゃくちゃ美味しいんですよ。はい、皆さんもぜひ食べてみてください。はい、いただきます。これ美味しいんですよね。キーマカレーとチーズとフランクフルトですね。いただきます。中辛で、キーマカレーめちゃめちゃうまいですね。ごちそうさまでした。こちらですね、サーモスなんですけど、余ったドリンクはこちらに入れてます。で、混ぜるな危険にならないようにですね、僕はもうウーロン茶でご了承します。ホットドッグ食べてお腹いっぱいになりました。今ウエスタンランドに来ました。で、ここですね、トレーディングポストの中で、ウッディとかジェシーがですね、撮影してる時あるんですよ。グリーティングですね。今そうなんですけど、やってません。また後で来ようかな。いや、ウッディ一緒に撮りたいな。ジェシーも撮りたいけど、残念だ。とりあえずまだやってない。何時とか決まってないんでね、ちょっとまた後で顔出してみようと思います。12時15分からですね、マジカルミュージックワールドなんですが、その前になんか一個乗りたいな。ポンテは無理かな。ちょっと厳しいな。いつはスモールワールド行けるかな。ちょっといつはスモールワールド行ってみます。マジカルミュージックワールド時間過ぎちゃうとショックなんで、とりあえずやっぱりマジカルミュージックワールド先に行きます。はい、ニューファンタジーランドに来ました。マジカルミュージックワールドは一番奥地なんで、ちょっと頑張っていきますね。今日はもう本当暑くて、これやばいですね。相当暑い。なかなか厳しい感じになってます。ちょっとスマホがね、すぐ止まっちゃうんですよ。動画撮影すると全部お届けできるかどうかちょっと不安になってきました。はい、フォレストシアター着きました。いや、
暑い、ちょっと中に避難しないとこれ無理だ。はい、それでは中に入って、ちょっと早くも休憩早すぎだっつー、まだホットドッグしか食べてねえじゃんかよ。だけどダメだこれ、ちょっと休憩休憩。はい、無事中来ました。天国すぎる、めちゃくちゃ涼しい。いや、前から5列目の一番端ですね、一番端です。いや、とりあえずここで楽しみたいと思います。はい、フォレストシアターミュージックワールド行ってきました。いや涼しい、よかったとか言ってそこって感じですよね。いやいいですよ、今思うとファンタジースプリングスキャラ激推ししてますね。まあなるほどなっていう感じはしました。はい、それでは次ですね、どうしようかな、ちょっと本当はグリ行きたいんだよな。ちょっともう一回ウエスタンランドのウッディとかのところですね、ちょっと見てからデイジー、ドナルドあたりのグリに行こうかなと思います。はい、ちょっと一旦ですねカフェオーリンズ来たので、大好きなコーヒーミルクスムージーですね、ちょっとコーヒーミルクスムージー買ってきます。冷たいもの食べたいです。コーヒーミルクスムージー買ってきました。これ飲みながらもうすぐミッションクールダウン始まるんで、ミッションクールダウンをちょっと見ようかなと思います。ベイマックスチャージしてくれ。うまい、うまいけどこれすぐ溶けちゃうな、すぐ溶けちゃいますよ。でもうまい。ミッションクールダウン始まりました。ベイマックス来ました。はい、キャンプ土着に来ました。グリーディングエイジー何分かな、5分ぐらい、10分5分とかそのぐらいだったんですよね。デイジー10分ですね。ちょっとまずデイジー行ってみます。ドナルドも後で行こうかな。あーデイジー暑いけどどう、元気？これはダメダメ元気だ。じゃあ一緒に2人で動画撮りたいんだけどいい？はい、じゃあお願いします。んパートね、パート、はい、はい、ありがとう、はい、ありがとう。はい、じゃあ次ドナルドも行ってきます。ドナルドも行ってきました。なんか今ですね、並んでる間に、今もちょっとあれなんですけど、晴れてんのに結構土砂降りだったんですよね。今ちょっとだいぶ止みましたけど、ちょっとだけ降ってますね。フィルハーマジックに来ました。今結構空いてますね。ちょっとチャンスかな、涼しいんでちょっと行ってきます。ミッキーと僕の大好きなミゲルですね。いろいろですね、絵が飾られてて、なんか一個欲しいな。まあもちろん売ってはいませんけどね。ミゲルかミッキーがいいな、やっぱり。ミゲルかミッキー、この2つ
この2つ欲しいですね。オープンしました。で、僕はですね、いつも入って、出口が左なので左の方に行っています。はい、この一番奥に行きます。そうすると帰りが早いので僕は左の方に行っています。はい、フィルハーマジック見てきました。まあ、ミゲルが好きなのでリメンバーミーのところはなんかいつもなんかいつもなんだよって感じですよね。なんかいつもですね、その歌声僕大好きなんですよね。はい、それではですね、どうしようかな。いつはスモールワールドも5分ですが、ちょっと一休みしたいかな。どっかでちょっと一休みして、それでまたパークの方行こうかなと思います。カリブの海賊に来ました。これ乗ってアストロブラスターに行ったらちょうどかなと思うので、カリブの海賊5分待ちですね、行ってこようかなと思います。見えにするんじゃねえぞ、しっかり捕まってろ、両方の追いかけてみんな、この先は危険でいっぱいだ。デイビー・ジョーンズさん、レッメン・ペロ・ナオ・テイ、レミー・ワッチ・オッド・ゴッド・サン。I humbly accept this magnificent treasure as my reward for the life of villainy。カリブの海賊乗ってきました。はい、それではですね、アストロブラスター行こうと思います。だいぶちょっと気温は下がってきましたけど、体力的に結構もう厳しいな。まあちょっと朝ね、遊園町の撮影行ったからっていうのもあるんですが、はい、それではですね、皆さんもちょっと暑いので本当気をつけた方がいいですね。これ結構ね、具合悪くなって座り込んでる人見ましたので、本当気をつけてもらった方がいいですね。はい、それではアストラブラスター向かってみたいと思います。はい、今放送かかってですね、ハーモニーカラーは中止ですね。ジャンボリミッキーは、さっきやってましたね。ハモカラは中止です。てか、ハモカラってやってるんですかね。もうこれ毎日中止ですよね。こんな暑かったら。どういう感じになってんのかなって思いますけど、ちょっと今日は中止ですね。はい、アストロブラスター到着です。アストロブラスターもですね、もうすぐ終わっちゃいますからね。プライオリティパスは前から出せます。僕はプライオリティパスあるので並ばずに乗れます。このままでは宇宙ジャングに支配されることになる。はい、見ときました。30万点です。めちゃくちゃ下手くそです。今点数出やすいんでね、で最後点数出やすくしないでほしいという人も結構多いんですよね。はい、こちらトイストーリー系ショップになります。いろいろ欲しくなりますが、今日はスルーします。はい、こちらスペースマウンテンですね。もう7月で終わってしまいましたね。新しいスペースマウンテン、期待して待っています。はい、それではですね、今日はちょっと早めなんですが、ホテル取ってるので、この辺で帰ろうかなと思います。ちょっと疲れましたね。
で今日は暑さのせいでですね、動画がなかなかですね、スマホが熱くなりすぎてうまく撮影できなかったので、ちょっとだいぶグダグダになってるかな、ちょっと心配なんですが、一応なんとか編集してアップはしようかなと思ってますので、今日ご覧になってる方ですね、この動画ご覧になってる方、ちょっとあんまり面白くなかったら申し訳ありませんでした。ちょっと言い訳になっちゃいますけど、暑すぎてスマホがまともに動かないという状況になってしまいました。はい、それでは今日はこれからですね、新浦安にある、セレブレーションホテルの近くなんですけど、コンフォートスイーツというですね、ホテルに泊まりに行きます。で泊まって明日の朝帰るんですが、明日は台風なので電車が止まってしまっていたら、まあ、最悪もう一泊だなっていう感じで来ています。今日ちょっとそこ泊まるのを楽しみにしているので、そこの宿泊ホテルの情報に関しては別動画でまたお届けしたいと思っています。はい、それではですね、今日のインパ動画はこの辺で終わりにしたいと思います。暑い中ですね、なるべく頑張ってきました。また楽しい情報をできるだけお届けしたいので、チャンネル登録、いいね、コメントですね、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。